はい、録画を開始しました。C さんが桃ママに乳酸菌あったら飲んでおくといいですよ。ビオフェルミンとかミア BM とか、そういうのも飲んでおくといいですけどね。ホカロン必需品ですな。そう、お腹にねホカロン買った方がいい。僕は未だに意識できない録画終了私もギリギリですよ。今56分でしたから、ちょっとギリギリでございました。30分くらいから録画をね意識をしてましたけど、はい、たまにねやっぱり間違えて切れちゃうこともありますけど、今日はちゃんと気がつけました。桃ママ暖かくした方がいいよって、多分今いないですね。挨拶遅れました。B、さっきはラーメン屋さんから iPad で見てて書き込みしてたもんで、ん？あ、さっき、お帰りなさい。お久しぶりでござります。私ね、土日とかがお休みなので、月曜日にね、いらっしゃらないと久しぶりチックなんですよね。私自分が映り込んでる？はい。リリリパルタンか、モモタン大変の件、性格？こんなことはない。正解？もうとんでもないです。どうしたものかとシェアしていたので、本当に助かりました。とっても嬉しかったんですよ。何かがあったんですね。何があったんですかね。今日は何ラーメンですか？本当何ラーメンなんでしょうね。何だったんだろうね。分かりませんが。はい。あー、はい。キメさん、アットマークになってますけど。アットマーク、誰にアットマークするつもりだったの？シーさん、ももじくんとこにちょっと変わった方がおいでになったもんで。そうなんですね。その辺詳しく、詳しいことは D してくださいね。もしあれでしたら。配信開始の直前に目覚めるしね。そうそうそう。そうですよ。今日はちょっとね、時間押してしまいました。起きたら10時半でした。なので配信遅れました。申し訳なかったな。皆さんには。まるあ パルタンに今日もネギ味噌サービススタンプがたまったので餃子も、うん、美味しそうです。
なんか最近ネットがざわついておりますね。タイムラインがとてもざわついておりまして、しかし私なんだか蚊帳の外状態が多いんで、いつも終わってから何があったのっていう状態になっています。そうなんです、私が切れる一歩手前です。シータンがサクッと助けてくださっちゃいました。かっこいい、シータンかっこいいです。本番もでもまあよくあるこっちゃからね、ざわざわ、うん、よくありますわ。固定差しの闇城で、そう、あのね、あれなんですよ、うちの最寄り駅がね、昨日ね、昨日っていうかもう昨日ですな、今日じゃなくて昨日ね、あの駅前大停電になりまして、そこの駅前に餃子屋さんがあって、その餃子屋さんが真っ暗な中で餃子食べてる人いたらしいんです。うちのパパ目撃談で、真っ暗くらの中で餃子食べたりとかね、なんかね、マンション群があるんですけど、そのマンション全部真っ暗になっちゃったみたいです。じゃないの？パルタン、多分そう思います。今日は小田寺さんも荒れてたしね。さすが見切っていらっしゃいましたね。うん、ドクターも YOC さんとともに温かい言葉ありがとうございました。うん、寝ててよかったかも。そうかも。あ、じゃあスパルタンは寝ててよかったかもしれない。例えば、なんだっけな、猫の子のところは、あの茶色い猫さんは、あの猫さんはどこの猫さん？よくいらっしゃるみたいだけど。当たりが変な人はよくいますから、これスルーするかパシッと言って出てこないようにするかは難しいところでしょうね。さすがは見切り、うん、うちはタイムラインが表示されちゃうので、タイムラインにとか、あとハッシュタグで変なこと言うと、ユーストリームに表示されるので、そのまんまアーカイブサクッとユーストリームの方に通行しちゃう中手もあります。ぼちまつまんちゃんさん、お疲れ様、またでござります。明日もホリホリします。明日はオーダー品でござります。おやすみなさいませ、まんちゃんさん、またです。ああ、そうですか。はい。
やすみなさい。シャトラね、噂は聞いていたのですが、実は私、本日初めて配信できました。現物見たことない。あ、そうなんですね。シャトラちゃん、結構ずっと来てますけど、あの、4匹いないときに意外とこう、ジスって来てますね。おやすみなさい、まんちゃんさん。また来てくださいね。チェック中っていうか今日じゃないんじゃない、昨日じゃないの。おやすみみおやりり、明日もホリホリしてますから。良い夢を。はい、そうそう、やさぐれすぎてる折れちゃうんで、船チャトラ、そうです、外チャトラさん。まあつまんないってことはあえて見なくてもなーってね。まあまあそうですな。ヤヌさんの、いや、おー、はい、受診したんで、ヤスさんが切れて場が荒れるようになり、うちが切れて、いや、荒れるより、うちが切れて最悪うちが出入り禁止になればと。いやいや、あんちゃんさんおやすみなさい。あ、まんちゃんさん、私顔文字好き、それかわいいんだもん。ね、かっこいいよね。それだけ人気者ってことでさね、もうまま。私にはあの真似できない系統でござります。私ね、すごい血がすぐ頭に上るタイプですんで、サクって言っちゃうのが私なんですよね。知れと語気が強いので、怒られてる感じになると思うんで。昨日で深いリモートと2画面だったので分かりません。昨日の9時の有名番組にゲスト出演した方が引っ張ってきちゃったのかな。あ、そうかもしれないですね。分かりません。さらに素敵。私サクッと怒っちゃうタイプ。サクッとあの瞬間弱化式なんで私。
私別に嫌ついてるわけじゃないのに怒ってるとか言われるんだけど、うちもやってみたスピードテスト。おお、そうなんですね。昨日来てまさか今日はと思っていたら今日も来たの。皆さん気づいていたらしいた、いらしたと思いますよ。天気悪くなったら嫌なので様子見てました。あ、そうなんですね。にもたん、よくもそんな感じです。あ、そうなんだ。というか私の場合本当にアーカイブ残してるんでサクッと通報しちゃうかな。今日も来たんですね。私全然知らず、あ、っていうか寝こけてたし、思いっきり寝てたよ。っていうか私が帰ってからかな。私寝てからかい。あ、そうなんですね。まだ出しちゃった。私顔、その顔文字とか可愛いんだけど、あ、そのバイバイとか可愛いんだけど。よいしょ。まああれですよ、モママのところは有名なので、そういう人もいらっしゃるってことで、いいんじゃないですかね。まあいい子はないんだけど、しょうがないっちゃしょうがないのかなと思う。だからそういう人をどういうふうに対処するかっていうのをちょっとね考えなきゃいけないですね。そうそう、みんなで仲良く楽しいのがいいですよね。そうですね。私が寝てる時かな、それとも私がもう配信し始めた時かな。どっちにしても私が全然知らないところだから、それがまた困ったことで。いっぱい種類があるのね、まんちゃんさ、その顔文字かわいい。東京テストサーバーが不安定なんです。ほー、東京のテストサーバー、ふーん、わからにゃー。はい、僕かい。あ、もしかしてパルタンだったのかな。パルタン、なんかとんでもない発言したの私みたいな。ママのまだまだ治らないの、ママママお腹。あまりにひどいようだったら病院行った方がいいよ。本当に下手するとノロウイルスだったりとかするからね。自分が拾ってきたつもりなくても拾ってきてる可能性もあるので。ノロの場合は家族全員移っちゃうんで気をつけてくださいね。辞書でググったらヒットするんよ。わかった。ググってみます。マリちゃん、ありがとうございます。こういう時ってお風呂入っても大丈夫？お腹が落ち着かないと微妙。
ペーハーよ、ペーハー、ももパパのドキッ、なんか心当たりが、ググってみよう、顔文字辞書。まあ要約すると、あんたのインコさんの飼い方は大丈夫かいな、キーってな人でしたっていう、そういうこと。はいはいはい、そういうこと、そういうことね。はい、まあ知ったがブリブリな方がいらっしゃったということかしら。先に寝ます。はい、枕抱えておやすみなさいませ。うん、ノロだったら下痢止め使わない方がいいから。そうなんですよ。でね、水分をちゃんと取らないと脱水症状になっちゃうので、だ本当にあのお腹あまりにひどいようだったら行った方がいいです。ももママじゃなくて、ももま、ももパパも映るからね、ノロは。家族全員、絶対映るんで、ぷっくり映っちゃうんで。自信が多い自覚あり。よいしょ。今日はね、ももママの時間に私寝てたんで、ちょっとお元気。昼間はね、持ち手作るのにやっぱり手で少し持ち手ゴリゴリしたので、で背中をね思いっきり痛めているので寝てました。すいませんが、今日はちょっと背中の痛いのもあるので、夜中作業せずに寝たいとは思っております。明日もね、昼間からゴリゴリして、明日中には絶対もちろん仕上げたいと思います。もうね、トクちゃんのね、とか、あとプロさんの、ね、持ち手はゴリゴリ終わったので、トクちゃんのステインを塗る作業ですね。それで、クロウさんのはもう、あとはスタンプをして、ミス塗り作業を行っております。はい。早い早いどこ行った？なんか、ごめん、違うのが立ち上がった。これいらないし。アイフォトがなぜか立ち上がってしまった。はい、良い夢を。はい。エロエロとかピーピーとかうーんうーんとかしますときちゃんと気をつけないとね。そうなのよ。そうなの。全部に菌が入っちゃうからね。はい。西のももノロだったら感染防止収集最適で、そうですね。どっちかっていうと病気エッジパパッチが外から持ってきて帰ってくるんだよね。え別に笑ってないし、パルタ。5.5 のピー。え？それは嫌かな。あ、抜き目ターン収集毎日大活躍してます。おー。5.5 ピー。吹いた。
ゃパパッチもちゃんとだから手洗ってうがいしてっていうのをきちっと徹底してもらった方がいいですね。もらってきちゃう人だったら。5.5 セピショエロエロってエロエロっていうのはあれです、戻してしまうってことですね。要するに吐き戻ししてしまうので、ノロウイルスって、でその吐き戻ししたものとかもひどくなるとね、全部菌を持っているので家族の人が始末したりするじゃないですか。そうするとその始末した人にもノロウイルスが移るっていうことですね。危ないんですよノロって。ノロで死んじゃう子供なんかはね、死んじゃったりすることもあるし、うちはね、もらってくることって長いんで、あんまりなんせうちの子供ちゃんは本当にそういうものに関して全然映らない人というか、ちょっと試しがない人なので、よっぽど私の方が熱出してるんですよ子供よりも。よいしょ。よいしょ。ペロペロペロン。よいしょ。ちょっと。ほいほい、別画面を見ていたのでももものママコメントでハッとしてしまった。頭がそっち方面に行っちゃってるじゃん。何見てんだカルタンは。はいよ。真面目に対応するとここまでせなあかんかっていうことが参考まで。そうね。捨てましょうだとかね、焼却処分にしましょうとか、そういうことがずらずら出てきたりとかね。ちゃんと掘れたかな、ひらがな。このひらがなだけが心配。手で書いたから。でしょ、受け手の問題。見ていたのはもう文字の論文。いたいけな子供か。うちなんて1話から感染する菌が出ると毎日こうなんです。確かにそうでしょうね。
特に鳥さんはね、はい、ちょっと押してみますね。ちょっとどんな感じになってるか、私にもここがもう少し来た方がいいかな。はい、押してみましょう。どんな感じになるかな。はい。どこ行った？感染すると全部やんなきゃいけないって言ってましたね。なんでめちゃくちゃな数いますもんね、じいさんのところはね。はい、じゃあちょっと押してみます。どうかな。パッチがスネルかもな、なんでパッて入ってないんや。じゃあパッて入れたのが作るか。まあ、タリバンボットいやいや今更来たよ。こんな感じ。逆さで手で描いた割にはまんまできた。手書きですけど、手書きで書いておっしゃったけど大丈夫かな。パパッチのはこれ、パパッチのもうちょっと下、パパッチのパパチノは何もない、モーモジっていうやつですけど、まさとの、もう掘ってもらいたくなった。まさとのまーって、このこういう風なんで良い？なんだっけ、天国みたいなやつかな。これはうち実家のお母さんとかに掘ったことがあるので掘れます。泣いたですな。だって 5.5 はママじゃないもん、ママママじゃないもん。だからもし 5.5 って掘るとしたら、ももパパの方ですよ。このもう一つの方、こっちの方に 5.5 って入れるかなーみたいな。
5.5 って入れる？別にいいよね。入れても意味わかんないっしょ。来たね、ボットさんね。びっくりしました。いきなりいらっしゃったので。じゃあこんな感じで OK かな。そうだ、アルファベットのさらに下にし、ひらがなシリーズは種類が多すぎる。え、何？アルファベットの他にひらがなシリーズは？ひらがなも通れるけど、聞いちゃうけん。入れない入れないって。ももママのこれだけでよろしいということですね。で、ドフタンはどうするのかな？まあ、もう掘るの？まあ、トーフターのは今日じゃなくて明日、もしあれだったらこう言いますな。そしたら。はい、綺麗にちょっとしました。M のとことかね、切れてなかった部分があったんでね。はい。こんな感じです。はい、5.5 は単独でどうでしょう。ペーハーって入れないと 5.5 って開けちゃわかんない。パーがいいねー。パーも入れるんかいなーしょ。パー入れるやつは、じゃあ放送後、もし入れるんなら。もう一度ね、掘っちゃっているものなので、掘り直しにしますんでね、そしたら。意外と、まあ、綺麗に出たね。意外と綺麗に出たと思わない？ま、馬の大きさどのぐらいなんだろう、測ってみようか。練り消し、そう、練り消しでね、インクを取ってるんです。またね、綺麗にね、あ、これは違った、綺麗にね取れるんですよ。お掃除練り消しっていうのが売ってるので、これはね、黄色、本当は黄色がはっきりの色だったんですけど、インクをこう吸っちゃってこの色になっちゃってます。白いね、練り消しもあるんで、白の方は、これね、白い方なんですけど、これより、私はこっちの練り消しの方が好きなので、黄色の方。黄色の方をね、探しては買ってますね。練り消しは基本的に消しゴムハンコのところに売ってるので、もし欲しければ、そこでインクと一緒にお買いになるのが一番いいかな。はい。じゃあ今日は仕上がった分に関してだけね、ももじんところのもももわのやつと、シンプルのもも、まあ、月の文字で満足デブ。ああ、了解しました。世界堂とかで売ってますか？世界堂とかでも売ってるし、普通の文房具屋さんみたいで、消しゴムハンコって言って、消しゴムハンコの、消しゴムとか売ってるようなところに売ってます。どこでも大体文房具屋さん、今は、ちょっと大きいところの文房具屋さんだと消しゴムハンコって売ってるので、そこに行くとインクも売ってるし、インクはね、こういう、これは布用ですけど、こういうインクがね売ってたりしますので、顔料系のインクで使っていただければ何でも使えますね。こっちがももパパで、こっちがももママでございます。両方とも映るかな。はい、世界堂、うん、世界堂、立川駅の世界堂に行くときは声かけてくださいまし。あ、そうなんですね。世界堂よりね、そうだな、文房具系に強い。まあ、売ってることは売ってるかな。湯沢屋とかの方売ってるかな。もしかしたら。まあ、ネットでも探せばいくらでも出てきます。消しゴムハンコ、インクとかって検索するとね、月猫さんとかね、
ではね、今日はすごい長い時間までやってしまいました。ではね、これで終了したいと思います。モモママのところの持ち手は両方とも白でいいですか、それとも色を変えますか、それだけちょっと確認します。これで入るかな、これで入らないね、このサイズかな、一応これでいけますね。はい。トイレ？トイレかな？なんとなくトイレっぽいね。待ってる。じゃあ。なんか言い放って言ったっぽいですよね。さっきの。白。両方とも白にするのか、茶色と白にするのか、確認したいです。もしじゃあ、クマさんがいいな。ぬきめさんが、チェーンソーで掘ってくれるそうです。ぬきめさんが、山奥で切ってくれるそうです。チェーンソーで。トイレかな？わかんないですね。あ、いるいる。で、じゃあマーが白でパパッチは茶色で、了解しました。じゃあそういう風に作りますね。で、チェーンソーアーティストリマタン、ステインってペイントの時のスタンプよ、さらに濃くできたりしまふ、え、なに、イベント、あ、できます、できます。あのね、私のこのステインのこれって水で薄めてるんでございます。なので、全然濃い真っ黒黒みたいな色の、こう、ちゃいちゃい色にもなります。ウォールナットなので、ウォールナットの色が基本でございます。見えない。ウォールナット。やばい、木を剪定しに行かなければ。はい。色濃いめ、マシマシで、はい、わかりました。じゃあマシマシで、濃い系でいいんですね。インクがじゃあ見えるか見えないかぐらいまでいっちゃっていいですか。あの、この押すところのここにこう、まあ、こういう風にね、もっと濃い感じ、これより濃い感じですかね。どこまでこういい感じにしたらいいかな。山に食事からしなくてよかった。じゃあ植えてきてください、牛さん。あ、ぬきめさんが群馬で待ってます。はい、濃い区で、はい、じゃあ水で薄めないで塗ってみますね。で、一度ユーストリームで流してみます。それで良ければそれで OK にします。ダメだったら言ってください。一度明日色塗って、じゃあ持ち手確認しますね。よろしいですか、トフさん。水なしで一度塗ります。すごい濃いと思いますけど。いいですね。ウォールナットっていう色を確認してくださいませ。こちらウォールナットというステインでございます。まあ、だからこのくらい濃くいっちゃうと思いますよ。ウォールナットなので本当にこの色ぐらいまでいっちゃうと思います。これより全然濃くなるかも。これ今ライトに当たってるんで。あら、クラッシュがクラッシュしたから腹筋。お帰りなさい。え？復帰？私のが壊れた？トフタンのがおかしくなった？お帰りなさい。大丈夫かな？じゃあちょっと塗ってみればいいのか、白いところに。まんまを。よっ。あ、開かないぞ。
パキに今くっついてるよっ。まあ明日しますか。ちょっと開かないの今。はい、思い出した。ジロー、ジローですね。マシマシ何あ、開いた。マシマシって何。何ジローって何。マシマシって何。よいしょ。じゃあちょっと一回ちょっとこれ塗ってみましょう。いらん木があるんだよ。使わない木があります。ちょっと塗ってみましょうね。どんな色か。はい、はい、色のマホガニーぐらいでいろいろ。ちょっと待って言ってしまってすいません。あ、要するにバイオリンの色ぐらいまでってことなのかな、言っていることは。はい、ちょっと塗ってみます。これが一度塗りでここまで黒くなります。さらにこれを縫い重ねるとさらに濃くなっていきますので。貼り忘れた。何、これいけないんだけど、ちょっと待って。ネタからやろうと思って、種からやろうと思ってました。あー、はい、種からやろうと思ってました。木を剪定、木の実を採集、栽培ものすごいことになるじゃないの。今なんか特短が貼ってくれたのは何だろうなと思っております。ちょっと待ってね。あれ、サーバーが見当たりません。これじゃないのね。ここまでかな。あ、こっちか。マホガニー、ウォールナット。これウォールナットなんですよ。これウォールナットなんです。なのでこれを今ね、こうやって塗り重ねていくとさらに濃くなっていくんですね。そうですね、 2,3 回塗れば塗るほど濃くなっていきますので、今ねこれ、乾いてないところに塗ってますから分かりにくいですが、塗れば塗るほどこれ濃くなってくるんですね。3度塗りぐらいまでいけばもうマシマシ状態になります。飲み友達が上野家の二郎にオイルステイン、あのうち水性ステインでございますの。オイルステインは匂いが出るのと、塗り重ねて布でね拭き上げなきゃいけないので、私は水性を使っております。チッコ失礼。はい、トフタン、いってらっしゃい。じゃあトフタン帰ってきてからね、塗りをしましょう。まあこのくらい濃くなるっていうことだけ分かってていただければいいんだけど、
じゃあトフターのはマシマシでやりましょうか。水性ステイン。はい。私のは水性ステインです。うちのはね、カンペパピオのね、高級ニスシリーズ、キブ用ステインっていうやつです。これを塗った後に、ニスをまたさらに塗ってるんですよ、私。あれを、つや消しのニスをね。匂いがね、出なくていいんですよ、水性ステインは。オイルステインはね、外のものとか、家の中でも床とか、やる方がいいのかな。まだ働いてるんちゃうかな。あ、そうなんですね。トフタン、このくらいの色でどうですか？なんかギター申請用のピックアップがついたストーライトがあるオイルステインの画像集。オイルステインは扱いが大変そうなので、私は使い慣れているのがアクリル製のものは使い慣れているので、アクリル製の、水性ステインを使っております。基本外で使うものではないし、水回りではないの で、これでいけると。拭き上げ作業が結構めんどくさい。はい。私はそれで基本的にはこの、ウォールナートを水で薄めて重ね塗りっていうのが一番多いですね。はい、こんな感じよ。こんな感じの色でよろしい？ホットアイマスクで早寝してました。顎に回ってきますね。顎？なんで顎に回るの？トフタン、こんな感じよ。 OK ですか？わからない。流行ってるかどうかわかりませんが、基本的にオイルステインはオイルですね。で、水性ステインはアクリル系顔料でございます。合成樹脂ね。もうちょっと濃いめで、もっと濃いめですね。ちょっと待ってね。もう一段やってみましょうかね。本当に真っ黒黒になっちゃうけど大丈夫かな？よいしょ。このくらい濃いよ。鼻が低いから顎に回る。なんで顎に回るかがわからん。さらに濃くするっていう手があります。それどうにか、どれかっていうと、このエスプレッソっていうのを、あ、いい感じです。こんな色かしら。
出るかな。あ、このくらいまで濃くしたいのね。ここまで濃くしたい。トフタン。そしたらここまで濃くしたいんだったら、さらにこれね、コマさんの今ここあるんですけど、はい、これをこうやって叩きます。そしてで、これをこうやってやると濃くなります。これはどう？濃いですよこれ。ただ半光の色にとっても近くなるので、それでも良ければインク白っていうのがあって、白で抜くっていうのもあります。インクはこの黒いので大丈夫ですか？じゃあこの、ステインプラススタンプので色をつけるでよろしいですね。じゃあそれやりますね。スタンプをここに押すと目立つか目立たないかですけど、大丈夫？ OK ですか？白インクっていうのもあるけどね、白抜きにするっていう作業もできますが、それはなんかイメージ違うんじゃないかな。大丈夫かな。それは大丈夫。スタンプのイメージがほんのり分かる。あ、了解しました。じゃあ黒でまたこのエスプレッソで吹き上げた上にこれ乗せます。じゃあそれでやってきますね。了解しました。了解しました。じゃあそれでやってきまーす。じゃあ明日ね、それね、一度確認しますね。ニス塗る前に取ったのもね。じゃあこれで終了したいと思います。もう皆さん3時になっちゃうのね。はい、じゃあね、おやすみなさいませ。はい、なんか嬉しいです。はーい、明日ね確認作業します。ありがとうございました。じゃあ明日またホリホリします。明日はそう、トフタンのこの持ち手の確認作業と、あとこちらの、はい、これ後で教えて、これどうかな。はい、何これ。なんかだな、わからないな。転送無料無制限のドコモ 3G なんじゃこりゃ。はい、じゃあね、こちら明日ホリホリします。ではね、今日はももママのところのももじくんホリホリしました。はい、お疲れ様でした。おやすほり。はい、皆さん、あ、今腰ぷきってきました。痛い痛い、腰じゃなくて背中ね。はい、ではね、皆さんおやほりなさいませ。でもたん、素敵なももじ本当にありがとう。皆さん今日はいろいろお気遣いありがとうございました。はーいね、なんかね、変な人が来たらなんしあれですね。え、Cさん、僕もそれ気になってました。はい。あとでちょっと確認してみます。はい。おやっほり、おやっほり。はいよ、皆さんおやっほりなさいませ。じゃあ皆さん、また明日。はい。また明日。パリッとなー。